パリの炎は、フランス革命家を元にしたボリス・アサフィエフの音楽に、バシリー・ワイノーネンが振り付けた、4幕のバレエ作品である。台本は、ニコライ・ボルコフとウラジーミル・ドミトリエフで、フェリック・スグラの小説でマルセリアーズに取材している。1932年11月7日、ユーリー・ファイエールの式で、レニングラードのキーロフ劇場で初演された。配役は、 ミレイ・ユドポワキエに、ナタリア・ドゥジンスカや、ゼロームに、ワフタング・チャブキヤーに、ジャンヌに、オルガ・ジョーダン、テレーズに、ニーナ・アニシモは、ミストラルに、コンスタンチン・セルゲーエフが当てられた。ボリショイ・バレエでの初演は1933年7月6日で、モスクワのボリショイ劇場で、ゼロームを、アレクセイ・エルモライエフ、ジャンヌを、アナスタシア・アブラモは、 テレーズを、ナデジダ・カプスティーナ、ミレイユ・ド・ポワティエをマリナ・セミオノワが演じた。2008年に、アレクセイ・ラトマンスキーが、ボリショイ・バレエのために改訂を行ったものは二幕構成となっており、イワンはシリーエフと、ナタリア・オシポワによる公演を収録した DVD が入手できる。パリの炎は、フランス革命を舞台にした、いわゆる、 革命者の,のバレエであり、義勇兵によるチュイルリー宮殿襲撃と国王夫妻のパリへの連行を扱っている。舞台こそ18世紀のフランスであるが、本作は1932年の10月革命15周年を記念して制作されたもので、先制に対する革命の勝利は世界史において普遍的なものであることを示すという、ソ連政府の意向にも沿うものと言える。最初の舞台は、 マルセイユの森。狩りにやってきたコスタデボル。ガルシシャクが、美しい村娘ジャンヌにしつこく言い寄る。そこへ、ジャンヌの兄ジェロームが現れて、ジャンヌを助け出すが、貴族たちに因縁をつけられて投獄されてしまう。一部始終を見ていたボル。ガルシャクの娘アデリーヌはジェロームに恋心を抱き、ジェロームを逃がす。一方、義勇兵フィリップ率いる義勇軍は、 民衆の怒りに燃え上がった革命の炎に手を貸すべく、マルセイユの森からパリに向けて進軍する。そこにジャンヌとジェロームが現れて、貴族たちの横暴を語り、フィリップに入隊を志願する。義勇軍は二人を受け入れて、進軍を続ける。時同じくしてボル、ガルシシャクは脱獄したジェロームを撃つため資格を放ち、資格はアデリーヌを連れて、パリに向け出発する。場所は変わって、 パリの王宮。ルイ十六世と王妃マリー・アントワネットが出席して、大野会が開催され、優雅なメヌエットが流れる中で王朝の繁栄を祈る。乾杯が行われ、居並ぶ将校たちは王への忠誠を誓う。そこに突然革命家、ラ・マルセエーズが響き、宮廷の役人や将校たちは慌てふためく。パリの広場では、民衆がワインと踊りで、義勇軍を歓迎する。 その最中に砲撃の爆音が響き、それが合図であったかのように王宮への襲撃が始まる。その戦闘には三色旗を手にしたジャンヌの姿があった。ついには王宮が占拠される。炎が燃え盛る広場には人々が溢れ、君主制の画界とフランス共和国の誕生が宣言されて新時代が幕を上げる。人々は歓喜し祝祭を続けるが、 義勇軍の勝利の陰で、旧体制側は理不尽かつ残酷な仕打ちを受けていた。このバレエの振り付けにあたって、バシリン・ワイノーの念は、作曲家のボリス・アサフィエフがそうしたのと同様に、様々な要素を取り入れている。クラシックバレエのほかキャラクターダンス、コートダンスや、フォークダンス、パントマイム、ソロ・パフォーマンスに、群像劇を組み合わせている。振り付けはほぼ、 クラシックバレエに基づくが、例えばテレーズには力強く表現力豊かなダンスで、定評のあったキャラクターダンサーのニーナアニシモワを当て、民衆の情熱とエネルギーを表現させることを狙った。一方、義勇兵フィリップとその恋人、ジャンヌの踊りは、純粋に古典的な様式で、プティッパが振り付けたようなパトゥが設けられている。また、ルイ世の宮殿のシーンには、 伝統的なパントマイムが多く盛り込まれ、マリー・アントワネットが踊るメヌエットにも美しい振り付けがされている。ワイノーネンは舞台上にクラシックバレエによる踊りを増やすため、国王が宴会に招いた俳優の男女アントワーヌ・ミストラルとミレイユ・ド・ポワティエの役柄を用意した。この役柄はクラシックバレエによるパド・ドゥ・ディその名義を披露できる優れたバレエダンサーを当てることを意図したもので、 初演ではそれぞれコンスタンチンセルゲーフとナタリア、ドゥジンスカイアが演じた。アントワーヌもミストラルも革命側の人物なので、応急襲撃のシーンの後、バリアシオンやコーダ、24人から始まり32人まで増えるコールドバレエに加わって踊る。客中出展。ありがとうございます。